ギンギマリオッチョです。今日は新マークの秘密についてお話ししたいと思います。それではゴー。皆さん、この新マーク見たことありますよね。使いますよね。これが本来はどういう意味なのか分かってないこと方多いんじゃないでしょうか。 S じゃないんですよ。S ではないんです。この Z のような形が正解です。それはですね、正しくはこう書くわけなんですよ。正確には真という漢字をですね、これを崩して書いたものが このマークなんですね。真という漢字を崩して書いてこの不思議な形になってるわけです。なのでこの時々図面とかで知らない現場監督とか S と書いてることも多いんですけど、正しくはこの真という漢字を崩したこの形になるわけです。あくまでこの真という漢字を崩したものです。なのでこの Z のような形を書きます。あと墨付けをしない現在でも大工ならいろはにほへとぐらいは綺麗に書けた方がいいです。墨付けをする人はもちろんなんですけど、墨付けで大事なのは正確であることなんですが、字が汚かったらもうそれだけで下手な大工と思われます。なので字は綺麗に書きましょう。いろはにほへとぐらいは綺麗に書けるようになった方がいいです。それではさようなら、また見てー、バイバイキー。